Hey guys, my name is わさもんです。という道を改めまして、おしが過ごしの日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはサマータイム連打第7話、旧敵です。誰にとってのっていうのがあるかな。どうなんだろう、新兵にとってのなのか、まあ牛尾にとってなのか、まあはたまた日鶴龍之介先生にとってなのかつう感じ。まあまず前回のおさらい、第6話ですね。神社で新兵は俺を殺してくれって言って死んで、やり直しをして、もう一回会ったら名前を言ってくれって言われてたんで、名前を言いました。で、なんかもうすげえずっとなんかわかんないのが、その日鶴さん主体で南雲龍之介の人格があんのか、それともなんかもう完全に二極化して、なんかどのタイミングで入れ替わるっていうのが、そのはっきりしてないから混乱してるんだけど、あれはもうひずるさんって呼んでいいのかな。南雲龍之介が入ってるっていうのは分かったんだけど、どのタイミングで何がトリガーになってみたいな、そういうのがちょっとまだ分かってないから、ずっとなんかこううーんってなってる。ちょっと誰か分かる人教えてほしいな。分かる人って言ったらなんかネタバレっぽくなるけど、なんかこうなんじゃねって思ってるのがあれば書いてほしい。まあ現時点でね、あの第6話のコメント欄にもなんかいろいろ書いてもらってるんですけど、って感じ、難しいわ。だからもう早速第7話見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。あったからこれから影を倒そうねっていう感じで終わったかな、前回は。喋り方が違いますよっていうコメントあったけど、わかんねえ、全然わかんねえんだな俺。はい、それではディズニープラスで再生していきます。3、2、1、スタート。スタート。これ今喋ってんのは南雲龍之介よね。あ、違う、日鶴さんだった。日鶴さんだった。もう影だもんね。もう影よ。そう。ここで変わん。うわ、うわー、すげえ、なんか今パッて思ったのが、目の色とか違ったりすんのかな。見直そっかな。今のか、でも、出番だ、龍之介って言ったら、変わった。髪結ぶとかそういうことかな。なんか他変わった？ハイネって書いてなかったかな今。いや変わってない、酒だな。そっか、夜逃げしたみたいなことにはなっとったもんな。だから先に小浜と行って、なんだっけ、牛尾の葬式の時点でもう一家3人とも影に変わっとったけんが、先にそこを叩くっていう
あれかなんかちょっと前に言ったな、なんかしおりちゃんの影がいたからうんぬんみたいなこと言ったもんな。影が生まれる。本編開始。下ろしてんの違う。なるほど。助けに来て神社でのこと、なんで？ああ、そっか。そうだ。録音か。あれでもさっき喋ったの、ひずる？全然わけわかんねえんだけど。怖え。
え、違うの？いつ変わっただか。予知。気持ち悪っ。おお、影。よし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 。おお、双子の音。やっぱしたいか。おう。うえー、あれ首し締める、なんか違う。
やばい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 、逃げる逃げる。おう、やばい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 、逃げる。お、捕まえた。三箇所必要。へえ。やっぱ首絞めたか。飲まれそうやったもんな、確かに。
踊った。やっぱ髪よな。よかった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 そうあった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 これあったあったあれなかったっけ一緒に作らんかったかけ大丈夫やね。かけ大丈夫やったね。本物やね。おい、え？何もかんも違うやんけ。おい。おい。おい、変わりすぎやろ。ああ？どっから出てきた。もうない、もう、何よ。でも、カレー作ったよな。一緒に作ったんだっけ？自分からは作り出してねえんだっけ？あ、俺が見たのは何だったんだ？俺の勘違いか。いや、でも、どうしよう。なんであそこにおんの？動きようがなくね、バレたらやばいじゃん。後ろがおる。なんでお姉ちゃんいるのってならん。次回予告。
メメント。もう何よ。何よ、もう全てがもう俺にはわからん。何よ。でも、あれだったね。やっぱ紙だったろ。紙でしょ？やっぱ紙やん。でもさ、最初の方でさ、喋っ、やっぱわかんねえんだよな。最初喋ってたのがさ、あれは、ヒズルじゃなかったの？もうなんかいまいちわかんねえんだよな、やっぱ。ヒズルと喋ってる風で全部進んで、いや、俺の理解力不足かな。ちょっと、もう一回ちょっと頭の方見ようかな。全然わかんねえんだけど。最初の方違うくない？この始まってすぐのさ、ここで喋ってんのはヒズルさんじゃないの？ヒズルでしょ。オープニングあって、オープニング開けて、今サブタイ第7話急敵っていうのが出てて、ここでもここの会話の感じ聞くと南雲龍之介なんだよ。理解の仕方みたいな。で、こっから、あれだったね、銀次郎の影はもういないっていうことは前倒して、で、多分その時の傷でしょうね。一回声聞いとこう。わからん。もうダメだ。わからん。でも、紙っつうのはわかった。いや、なんかもっとわかりやすく、なんかメガネかける外すとかにしてくれよ。いやー、もうなんか俺の理解力不足なんだよ。でも、そう、紙結んでるときは、南雲龍之介なんだろ？うん。それは分かったんだよ。でもさ、頭の方でこの喋ってんのひずるさんだよね。あ、違う。ひずるさん頭いいから、なんかその弟のこともちゃんと理解して話ができてるみたいな、だったら分かるんだよ。あれ、あ、うん、多分そうだな。そうでしょう。そういう感じだと思うな。そういう感じじゃないと俺は困る。いや、そんな気がする。きっとそうだ。だろう。ひずるさんだったらなんかそれできそうな気がする。理解。理解。わかった。オッケー。大丈夫だ。これでいいんだ。うん、そういうことにしよう。俺は間違ってない。大丈夫だ。多分ひずるさんは南雲龍之介の言葉っていうか、なんかあのボイレコだかメモだかなんだかね、いろんなものを見てちゃんとそこでこう話を合わせることができてるっていう風な結論に至ったんだけど、大丈夫？
いやもう終わろう。ということで、ね、なんだっけ、もしこの動画 よかったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。はぁ、疲れた。以上、サマータイム連打第7話、旧敵でした。ありがとうございました。なられ。